はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、またジンなんですが、またじゃねえか。まあ、またか。今回、なんか変わったジンですね。結構細長い、はい、感じの。瓶もね、瓶の色も茶色っていう、ものすごいやつなんですけど。これなんて読むの？ちょっと全部英語で読めないんですけども。アルコール度数が 38%。ちょっと低めですね。これ確か、まあ、いや、700ml です。はい。で、こちらが、これどこの国のやつこれ。確かね、名前がリヒテンシュタインヘーガーっていう、めっちゃかっこいい名前なんですけど。リヒテンシュタインヘーガー。っていう超かっこいい名前のジンなんですが、リヒテンシュタインヘーガーじゃねえや。これなんて名前？シュリヒテシュタインヘーガー。シュリヒテシュタインヘーガーという変わった名前ですね。シュタインヘーガーとはドイツ西部の、ベストファーレン州のシュタインハーゲン町町で作られるジンのことで、この地が特産地になったことから付けられた名前ですと。これはロンドンのドライジンではなく、ドイツ。ですね。2回蒸留で作られるこのジンは、ロンドンのドライジンよりも甘みがあり、マイルドだ、な味わいが特徴のジンと。ドイツジンです。ドイツではビールの前にこのお酒を1、2杯飲むのが習慣だそうです。ほう。値段がだいたい1000、いくらやったっけな ?1300 円くらいやったかな。で、買いました。シュリヒテシュタインヘーガー。シュリヒテ。リヒテンじゃなく。シュリヒテシュタインヘーガー。まあ、シュタインヘーガーってめっちゃかっこいい、なんか名前が。めっちゃかっこいいんですけど。ね。まあ本来ならば、まあ冷凍庫に入れとくんですが、今回は、まあ普通にストレートで常温でいただきたいと思います。硬い。すっげえこれ。ほら。なんか陶器みたいな感じの。これプラスチックじゃないですよ。もうこれあれですね。割れ物ですね。完全なる。完全なる割れ物。の。これすごいな。瓶つうか、陶器だもんな。すごい。細長いし。
ちゃんと蓋はギュッと閉められるタイプのものなんで、ね、安心して飲める。そんじゃ乾杯。うわ、これジンじゃなくてこれウォッカじゃないか。いや、あーでもだいぶウォッカに近いな、これな。かなりウォッカに近い。かなり甘いっていうか、ウォッカの甘さですね、これは。完全に。これは、あまりよろしくない。あまりよろしくない。ウォッカの味じゃん。うん。完全にウォッカです。ただ、まあ、柑橘系ウォッカみたいな感じ。これはちょっと。そうそう、全く関係ないんですがですね、最近というかもう1週間前ぐらいからですね、ちょっと俺の体の調子がおかしくてですね、なんか手がこうこうカタカタカタと震えるんですね。まあもう原因が大体わかったんですけど、まあなんでかっていうと、まあ俺ちょっと最初あれと思って、これちょっと酒の飲みすぎでちょっとアル中になったんかなと思ったんです。正直。正直言ってね。ああ、とうとうこれアル中になったかと思ったんですけど、どうやらですね、違うらしくてですね。まあ、最近俺、あれどこやったっけな、健康診断したんですけど、あれ健康診断のあれどこ行った、結果表、結果どっか行ったな。嘘、健康診断どっか行った？嘘、まさかこの、これじゃねえよな。あ、まあ、どっか行ったわ。捨てたかな。あ、なんか捨てた気するわ。まあ、いっか。まあ、健康診断に、まあ、特に問題ない。まあ、なんかね、総合判定で A から、E ぐらいまであるんですけど、まあ、E が一番悪いやつですね。で、俺が B の1だったんですよ。B にはなんか1と2があって、2が悪くて、1がま、いい方のやつなんですけど。どうやら、まあ、尿のなんか、中になんか、なんつったっけな、腎臓の中、ちょっと悪かったみたいな感じの。でも特に問題ありません、的な感じでなったんですけど。よくよく考えれば、ねえ、まあ、アル中だったら、健康診断に何か出るわけでしょ。
でも特に何もなかったってことは、あれ?と思ってね、よく考えたらですね、実は俺、一週間前から、ちょっととある薬を飲んでまして、まあ、とある薬って言っても怪しいもんじゃなくてですね、内科の医者行ってもらってきた、咳の止める薬みたいなやつを飲んでたんですけど、まあ、それだいぶ前にもね、飲んだことあるんですけど、別の医者からなんですけど、その時にですね、手の震えと、頭のクラクラと、とかがね、起こって、これちょっと俺に合わないわってことで、薬を返品したんです。返金っていうか、したんですけど、おそらくそれの、まあ、薬の副作用がちょっと、だいぶ俺にはちょっと、ね、だいぶ出たみたいな感じの症状みたいです。うん。だから一応、今後は、まあ、その薬の、ね、詳細というか、まあ、名前をメモっといて、うん。うん。た方がいいと。うん。まあ、今後ね、その、まあ、いわゆる、薬によるアレルギーみたいな感じですよね。簡単に言うとね。頭のくらつきとか、ふらふらするとか、手がこう、カタカタカタと、震えたりする。で、まあ、今日も、分かってたんですけど、飲んだんですよ。なんでかっていうと、実は2種類薬をもらってまして、2種類飲んでたんですけど、その、どっちがその、俺に悪いのかというのをちょっと検証するために一個飲んだんです。一種類。ちょっとどっちが悪いかなと思って、今日やっと気づいて、その、この薬のせいでこうガクガクってなるんだっていうのを気づいて、まあ、ね。で、じゃあ、ちょっとこれどっちが悪いかっていうのを、ね、もしかしたらまあどっちも悪いという可能性もあるんですけど、はい。まぁ、ちょっと一種類のやつだけちょっと飲んでみて、で、ちょっとやっぱり、今ちょっと手が震え始めてきたんで、ちょうど飯食った後なんで、うん。にしてもこれあんまうまくねえな、これな。シュリヒテ・シュタインヘーガー。シュタインヘーガーとかめっちゃかっこいい名前のくせに。まずいわ。てかこれ人じゃねえだろ、これほとんど。やっぱ個人的にやっぱロンドンドライジンが一番うまいわ。ロンドンの。イギリスの。イギリスの首都のロンドン。うん。これね、何がまずいかっつったらな、変に甘ったるいっていうほど甘くもないんですけど、なんかこう、口に残るこの甘さ、いわゆる、ウォッカですね。ウォッカを飲んだ時のあの甘さと、甘さを強くしたような甘さがこう、残るんですよね、口に。なんだけど、その後、ジンの、柑橘系の、とか、の、薬草系とか、ちょっと来るんですけど、いかんせん、ちょっと、にしたってまずいな、これ。まずいな、これ。特に、常温で飲んでるから余計なんか、味がなんか、甘く感じてまずい。うん。まあ、ということで、ちょっと、ね、
まあ、酒のね、飲みすぎでね、アルチョになった。俺個人的にちょっと今日ね、めっちゃ、それでやべえなと思ったんですよ。今日一日。ああ、これ、ちょっと飲みすぎて、アルチョになってちょっと、飲酒動画撮れねえわと思って、俺休止するしかねえなと思ったんですよ。本当に。本当に思ってたんですけど、ちょっと危なかったね。これでちょっと、前飲んだ、富良野の秋。あれをちょっと、また、ね、あれ美味しかったんで、めっちゃうまかったんで、ちょっと6缶の、6缶パック買ってこようかな。500ml のやつ。明日給料日なんで。ということで、これは2つ星。まずい。それではご視聴ありがとうございました。